今日は表層を泳ぐルアーなら何でも稚魚が釣れるんじゃないかと思って、まあ、いつもの、まあ、ヨウズリの SSR クランクと、まあ、これはもう釣れることは分かってるんで、こっちのミノーですね、よくシーバス使うときに、まあ、リップレスミノーって言われる、まあ、表層、まあ、あの水面直下を泳ぐようなルアーを試してみようかなと思います。ダイワのオーストラリア投げてみようと思います。これで何回かシーバス釣ったことありますね。シーバス用ルアーなんでシーバスがかかってくれないかなっていう淡い期待はあるんですけどね、ほとんどここシーバスいないですね。これも表層を泳ぐタイプのルアーなので、もしチヌがいれば釣れるんじゃないかなと思います。でも針がちょっと大きいんでね、あと胴体も長いんでかかりにくいかと思うんですけど、ちょっとやってみます。飛ぶ、ここまで飛んだか全然見えんけども、着水地点が見えん。シーバス用じゃ出ないと、死ぬもこれは食いたくないってことか。不思議やな、同じプラスチックなのに不思議じゃ。前回47つったクランクでちょっと試してみます。ラトル入りだ。あーまとばん、この優しい振動がいいね。釣れんなー、用釣りに変えてみよう。どうやら SSR クランクだと何でもいいわけじゃないみたいなんで、もう一回初心に戻って用釣りで釣ってみようと思います。おっしゃー、かかったー、おっしゃー、 SSR 来るね。おお、行く、いきなりゴーン、ガサガサガサってきた。重い、ただ重い。何やろうかこれ、チヌだろうけど、来た、おらー、おー、かかったね。そんな大きくない、お、外れた、オッケー、はっ、いやー来るね SSR 用釣り、これやばいわ。